ベリサイン本社ベリサインはアメリカのバージニア州レストンにあるインターネットインフラに特化した企業である。具体的にはインターネット上に13個あるルートネームサーバーのうちの2個 gtld のドットコムとドットネット、北米におけるナンバー7共通線信号方式による公衆交換電話もエピクグローバルにおけるルフィードディレクトリを管理している。また、 ベリサインはセキュリティに関する技術を多数有しており、その技術をもって公開鍵証明書から料金支払いプロセス、果ては携帯電話のローミング、無料通話データベースの給与用のファイアウォールの管理まで行っている。かつては SSL における認証局事業も行っており、高い知名度を誇っていたが、2010年にシマンテックに売却している。ベリサインはこれらの事業を インテリジェントインフラストラクチャーサービスと称している。ベリサインは1995年に RSA セキュリティの認証サービス部門が新たに独立する形で創業した。新しい会社は RSA と期間限定の競合的業務禁止の合意と所有する暗号キーの特許を譲り受けた。新しい会社はデジタル認証サービスとその関連商品を通じて 信頼できるインターネット、信頼できる電子証取引を提供するという目標のもと、認証局サービスを展開していた。ベリサイン社の CA サービスは、軍隊から金融サービスや小売アプリケーションに至るまで幅広く使用され、300万以上の電子証明を運用し、インターネット上最大の認証局となってい,いが、認証サービス関連事業は2010年に、 シマンテックへ売却している。ベリサイン社は1998年1月30日にナスダックに株式公開した。株式公開前の主要株主には RSA セキュリティのほか、ベッセマーベンチャーパートナーズ、クライナー・パーキンス・コーフィールド・ド・バイヤーズ、ビザ・インターナショナル、アメリテック、三菱商事、セキュリティ・ダイナミックス、フィッシャー・インターナショナルなどが含まれていた。 一方で2000年にネットワークソリューションズ社、2001年にイルミネット社、2003年にガーデント社、2004年にはジャンバ社などを買収し、インフラサービス企業へと成長していった。2003年、サイトファインダーサービスが論理を呼んだ。2005年、ベリザインは世界中で4000人の従業員を抱えており、年間収入は10億ドルを超えている。2006年、 公開鍵証明書、販売2位のジオトラストを1億2500万ドルで買収。世界の公開鍵証明書業界のほとんどを独占していた。2010年、公開鍵証明書の発行などのセキュリティ事業をシマンテックに売却。以後、米国におけるベリサイン、インクはドメイン管理を主な事業としている。2012年、2010年に、 外部からの不正アクセスを受けていたことが報道された。同年に売却した認証事業へのセキュリティ的な影響はないとされている。本社の CEO はストラトン・スクラボス。日本支社の CEO は古市勝則で、会社の業務としては大きく二つに分けられ、一つはインターネットサービス、もう一つは通信サービスである。日本法人として1996年に設立された。 デジサートジャパン合同会社は東京都中央区銀座に本社がある。本社の他に神奈川県川崎市に事業所がある。現在はデジサートの完全公会社である。ありがとうございます。